どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。デュエリストはコロナには負けない。今回はデュエルの新しい形としてリモートデュエルの様子を動画で皆さんにお伝えさせていただきたいと思います。コロナちゃんによる緊急事態宣言が発令されてもデュエリストはそんなものには負けない。今回は私リュウとモノコーラス選手によるリモートデュエルの様子を動画にてお届けいたします。編集はモノコーラス選手に全面委託しました。それではデュエルスタンバイ。とりあえず1枚いっておきます。モンスターをセット、モンスターをセット、モンスター2体をリリース。あ、やべえ、いきなり来た。やめましょう。いいえ、やめません。決めるのはいつだって自分自身。この胸の奥に秘めた熱い気持ちの赴くまま、いでよ魔性やめるーらアドバンス召喚。先行ゲーじゃねえかそして魔性やめるーらの効果発動。このモンスターを召喚したターンに守備表示にすることによって、お互いにレベル7以上のモンスターのアドバンス召喚を次のターンの僕のターンまでできません。いやー、嫌いだわーそのモンスター、マジで嫌いだわー。でモンスターをセット、リリース。風使い取るね、アドバンス召喚。外役なんだよな、結構。そう、ものすごい遅延カードですから、ね、そう、外役なんだよね、結構。セット、セット、セット、エンド。で、手札を使い切らせる、自分は手札を5枚ドローするっていう。5枚、ドロー、ピチン。ミスティックディーラーを召喚。いいだろう、効果発動。手札の魔法使い続くモンスター、はぐれ使いも1枚墓地を送ってカード1枚ドローします。いいだろう、ピン。トルネの効果発動、手札のクリボットを捨てて、セットモンスター攻撃表示にします。やったぜ、ドラゴライト。ちょっと強いぜ、ちょっと強い、ちょっとだけ強いぜちょっとだけ1500っていう打点、少しだけ強いぜ。ただ、さらに外役プレイをしていこうかな。2体のモンスターをリリース、アドバンス召喚、魔性やめるーら効果発動、守備表示にすることによってお互いにレベル7以上のアドバンス召喚を封じる。劇的にだるい。奨励発布で最初からいた方を攻撃表示にす貸すほどだり、やべえ、どうしよう、ちょっと切れそう。はい、ただ反抗の領域という最強のトラップカードがあることによって、ああま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 あ、突破されちゃう可能性があるんですよね。これ破壊されるとアドバンス召喚できるようになるんで。おお、なるほどなるほど。でモンスターをセット、はい、バトルフェーズ真ん中の魔性をやめる裏でドラゴライトを攻撃。綺麗なフラグだったね綺麗な見事なフラグ立てたね。ハンコの領域活動手札を持ちのくって、その守備表示のやめる裏を破壊しようか。言わなきゃよかったかな言わなきゃよかったかな。綺麗な、非常に綺麗な振りだったわ。おかしいな。で俺のターン、おかしいな。1234枚のカードドロー、ラッシュデール。一級フラグ建築士はリュウさんの名前のはずだったんだけどな。そう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 俺のお墓なんやけども、ドラゴライトを召喚。ドラゴライトが召喚したことによってこのカードを発動できるので、神の熱戦発動。その魔法タッツを破壊しよう。打ち抜かれていくダークリベレーションの破壊。よーし、よーし、これはいいカードを抜いた。そしてカードを1枚セットして2体のモンスターをリリースし、行く手を阻む壁も山も惑星もロードを切り開いて突き進む。行くぞセブンスロードマジシャン。あれ、さっき出ないってやつが普通に出てきた誰がドラゴンデッキだと言った。それもフラグだった。カードを1枚セットセブンスロードマジシャンの効果を発動、エレメンタルロード。で墓地に落ちていく。で墓地の、さあ墓地の属性は数えましょうか、はい、1234種類いるな。割と強い。つまり3300の打点になったぜ。いくぞバトルフェイス、はい、こいつの攻撃名はセブンスマジックでいいのか。本当にセブンスマジックで合ってます。合ってるんだセブンスマジックなんで100の大ダメージを受けてもらおうか。なんでうろ覚えなんすか本当いやー、なんでかってね、僕ね、長野県に住んでるんでね、テレビ東京系列映んないですからね、アニメね見れないんですよ見れないんですよ俺。とりあえず YouTube に上がってるアニメ100万回予習してきてください。本当それは見たわ一応100万回予習してください。2枠くらいまでは見た。ターン終了。5枚のカードドロー。とりあえずセットモンスターは残りはしたけど、21普通にセブンスロードマジシャン入ってんの本当くさあのシンプルにね、ドラゴンデッキからね、あのの切り札セブンスロードマジシャンなんでね。いや、打点高くなるの強いからな。ブルーアイズ出てきた時突破大変ですからね。
ブルーアイズ突破できないんだよ、ドラゴンデッキって結構、まあ、受け身にならないといけないですからね。そう、大変やね、あいつ出てくると。滅ぶね、滅ぶ、ほんまに、あの本当の意味で滅ぶから。本当ブルーアイズが最強すぎるっていう現環境。とりあえずじゃあ手札からハンマークラッシュ、いいだろう、手札の風使い取るのを切って、うん、ゲットカードを破壊、いいだろう、ドラゴニックプレッシャー発動だすることはできなかった。まあまあまあ破壊できたらいいかな。セットできたドラゴニックプレッシャー強いんだけどな、結構手札、いや魔法カードをセットするっていう意味合いが思ったよりでかいですからね。でかい、本当に大事。セットしないっていう選択肢は基本ないけどね、このゲームに。手札消費が激しすぎるっていう。そう、とりあえずモンスターをセットし、うん、いいだろう、そのセットしたクリボットをリリースし、いいだろう、風使い取るでアドバンス召喚、あー突破されると、風使い取るので効果発動、手札のスペルアチャーを切って、そのセブンスロードマジシャンを守備表示する。そんな効果あるんですか。そんな効果ありますよ、強くないですか。風使い取るのでとりあえず両方の、ね、エースを突破できるっていうデザイン、強ー。ただブルーアイズは突破できない、ファイヤーゴーレムは発展召喚、あ、オーケー、バトルフェーズ、風使い取るので、ね、セブンスロードマジシャンを攻撃、いいだろう、でファイヤーゴーレムでダイレクトアタック1200のダメージを受けよう、はい、で僕はこれでターン終了です。1,2,3,4 枚のカードをドロー、結構ラッシュデール。騒がしい。結構ラッシュデール、いつや、あ、ちょ難しいなこれ。そんなドラゴン族デッキで悩むことあるんですか。あるんですよ結構。考えること多いんですよ意外とセット1体リリース、ファイヤーガーディアン召喚、樋口の万竜さん、樋口万竜さん、樋口万竜さん意外強いからこの人で、セットでこれでバトルフェーズですね、はい、で樋口万竜でトルネ攻撃しよう、はい、500ポイントのダメージ、いや結構むずいんやで意外と。あれ高楽君今ライフいくつ。僕4800じゃないですか。オーケー、あれそんな俺なんか2100アタックして今、あれそんなあったっけ、まあいいや、なんかそんなに少なかったっけって思ったけど、まあいいや。樋口万竜さんがやってること、カースオブドラゴンと上位互換のあれやばすぎるんですよマジで。それこの2100っていうね、カースオブドラゴンより100高い、謎の打点ね、これ謎の2100という打点、そいつの存在のせいでなんかカースオブドラゴンリメイク実装しようと思っても生まれた瞬間から上位互換が存在するっていう悲しい現状になっちゃう。かわいそうにな。とりあえずバック2枚はやばいんでマジカルストリーマーそう、うん、手札のダークソーサラを切ってデッキ側、どちらデッキ側、デッキ側、はい、本当にこっちでいいんですか。いいんです、今ならこっちに変える権利も与えましょう。いいんです、ほんはこうだ、あれ当たりや。当たりやったわ。ちなみに俺は先に言っておこう、はい、何を防いでいたか覚えていないぜ俺は。俺は何を防いでいたか自分でもよく覚えてないから、なんか選択をなんかうまいこと迫ったように見えて実はどっちでもよかったぜ。マインドシャッフルですね。モンスター、ダークソーサーの召喚、いいだろう、2体のモンスターをリリース、行く手を阻む壁も山も許容できない、ロードを切ら開いて突き進む、噛んだ、行くぞセブンスロードマジシャン、許容できないの効果を発動、エレメンタルロード、拒否、拒否、拒否してもやめます、拒否します、やめません、光、闇、炎、風、バカ強いやそのモンスター、水、地属性もいるということは6属性いるので攻撃力が、1800ポイントアップ、3900だから3900、1800だ、あダメージ受けんの俺、そうっすね、いや受けすぎやんだよな毎回毎回、カード1枚セットしてバトルフェイズ、セブンスロードマジシャンで樋口万竜さんを攻撃、セブンスマジ、俺のフィールドがドラゴン族モンスターであり、ドラゴン族モンスターが破壊された場合、何もありません、何もないんかい。楽しみにします。俺は手札が1枚なのでカードを4枚ドロー、結構ラッシュデュエル、あ強い、あ強い、これは強い、来た決まる、俺はドラゴンズセットアッパーを攻撃表示で召喚、強っ、そして手札より狩りの熱戦の効果を発動、はい、フィールドの魔法トラップカード1枚を選んで破壊するぜ、ハンマークラッシュでした、まあ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 それはいいだろう、うん、そしてセットアッパーの効果を発動、フィールドにこのモンスターしか存在しない場合墓地のアップセッターを飛ぶ召喚、あ強い、これでピッチャーとバッターが揃ったぜ、そしてピッチャーとバッターのもうリリースし現れよ、今俺の銀河に7つの超新星がガンマ線バースト、やめろと言われてももう遅い、やめろと言われてももう遅い、2回言ったのには意味がある、さあ出てこい、ラッキーキルドラギアス、
召喚工場祭りじゃないですか。やべえ。あと1個言っていいですか、はい、こいつの召喚工場長すぎません？長いですね。めっちゃ疲れる。マジ極真制定バリに投げんだけど、小学生が考えた召喚工場の設定なんでしょうがない。いやそうマジで投げ。ドラギアスの効果を発動、はい、ギアスチャージ。デッキトップを墓地に送ることによってこのターンモンスターを破壊するともう一回攻撃することができる。つまり回避になった。強すぎるんだよな。行くぜバトルフェイズ、はい、連撃流ドラギアスで第1弾爆裂波動、間違えた、爆裂波動激コーナー間違えてなかった。そのまま行ってたらかっこよかったのにな。なんかむずいんだぜこいつの打点。なんか攻撃力がなんか攻撃名がで2回目滅殺波動竜王撃、しっかりとカンペを確認していく。2500ポイントのダメージ、どんだけ長いこいつの攻撃面。やっぱりライフが、俺はターンを終了するぜ。ライフがやばい。さすがにな、これだって次でこいつ突破できなかったら負けやん絶対。あー確かに。とりあえず 1,2,3,4,5 5枚ドピン。ただエース級のモンスターね、このデッキにはね6枚入ってるんで、それ引ければいいわけですよ。墓地に何います今。ドラゴン、あドラゴンですか、上級ドラゴン。ドラゴン上級じゃなくてもいいです、別に。あセブンスロードマシャンと樋口万竜ぐらいか。あセブンスロードマシャン2枚落ちる。あそうか、まあ、そこは関係ないかな、うん、だからセットアップアップセッターが確か落ちてるんですよね。セットアップアップセッターだ、ピッチャーとバッターはいる。そうですね。じゃあささやきの要請を召喚します。おやばい、効果発動の前に手札からマジカルストリームを発動。バッグ1枚高い、OK、ドラゴニックプレッシャー破壊された。はい強い。そしてカードがささやきの要請の効果発動、マジカルストリームを切って効果発動。いいだろう。で墓地のアップセッターとセットアッパーをデッキに戻す。これですか。その2枚をデッキに戻します。えそれは無慈悲じゃないそれ。さすがにそれは無慈悲なんですけど。いやマジで、さすがにそれは無慈悲。クリボットとそいつは穴の塊なんで許しておくわけだよ。それは無慈悲だな。これがプレイングってやつですから。これそれは無慈悲マジで。いいよ。で僕は手札からモンスターをセット。いいだろう。2体のモンスターをリリース。あ行く手を阻む召喚工場省略、セブンスロードマジシャンアドバンス召喚拒否。そしてセブンスロードマジシャンの効果発動、エレメンタル拒否拒否拒否。で墓地には、変わらずね6属性いるんで攻撃力が1800ポイントあって、拒否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 、攻撃力3900拒否。バトルフェイズセブンスロードマジシャンでドラギアスを粉砕せよ。セブンスマジック、1400の大ダメージ、ターン終了。あ私は手札が2枚なので5枚になるように3枚のカードをドロー。ちょっとだけラッシュデュエル、はい、ドロー。あーあ最強カード引いた。いやいやダグレイ。その後、はい、フェニックスドラゴンを特殊召喚、はい、全部破壊した後、課金を一体蘇生。そう強すぎフェニックスドラゴンの効果を発動、はい、手札を1枚墓地に送って、はい、そうこのデッキ何デッキって言いました私。ドラゴン族デッキですね。ドラゴン族デッキ、ドラギアスデッキ、そしてセブンスローデッキって言いましたね、はい、あれはね間違いです。間違いですよ。このデッキはですね樋口の万竜デッキですよこれ。やばい、カーソーブドラゴンの上位互換さんやばすぎるマジで。一体のモンスターをリリースし現れよ樋口万竜。え君ライフいくつでしたっけ。あと1900ですね。これ合ってんのかな本当に。それ間違ってるかもしれないですね。どんな対戦動画それ合ってんのですか。本当合ってるこれ大丈夫。どんな対戦動画ライフ大丈夫大丈夫大丈夫。樋口の万竜でダイレクトアタック。